18歳でライブ活動を開始しまして、オリジナルの CD もいっぱい出してます。今も活動歴は5年、6年と積み上がってきておりまして、ボーイッシュなシンガーでみんなで一緒に楽しく歌うっていうことをモットーに、彼女は歌を普段から披露してくれてます。今日もがっつり盛り上げてくれると思いますので、皆さん、しっかり食べるときは食べて、飲むときは飲んで、歌を見るときはしっかり見ながら、しっかり聴いてという感じで、見ていただければいいなと思います。さあ、準備ができたようなので、それではお届けしていきたいと思います。改めて大きな拍手でお迎えいただければ幸いです。シンガーソングライター愛夢の登場です。どうぞ。それが美味しかったってことです。普段ラーメン屋でやってて、今日バイトの子も来てくれてたりとか、まあ、いろんなところで、やりたくない仕事をしつつ、やりたい歌もやりつつで頑張っております。私も今日ちょっと緊張しちゃってて、喋ろうと思ったことを忘れた。そう、なんで緊張してるのか、このいつも毎週毎週ここでこのダンスやってるんですけど、なんで緊張してるんだろうと思ったら、靴履いてないからですね、多分。
なんかしっくりこない感じが多分こそなんか滑るしさ、そう近いのもありますね。そうなんかそんな感じでまあアイドル歌ってそんな静かにしっとり聴くっていう感じの感じではないので、お酒飲みながらご飯食べながらおしゃべりしながら片目にちょっとこっちに向けてくれればくらいの感じでゆるり楽しく聴いてくれればいいと思います。それでは次の曲聴いてください。ありがとうございました。シンガーアイムでした。はい。